クリストファー・ジョン・クロン・ジュニアは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のコロライド・ロッキーズ所属。相性は、クロニー。2008年の MLB ドラフト44巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、ユタ大学へ進学した。ロサンゼルス・エンゼルス時代2011年の MLB ドラフト1巡目で、 ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズで、プロデビュー。34試合に出場して打率。308、13本塁打、41打点を記録した。オフに、ベースボールアメリカの2011年度、ルーキー・オールスターに選出され、11月には、エンゼルスのマイナー・オールスターチームに指名打者として、選出された。 2012年は A 級インランドエンパイア66サーズでプレーし129試合に出場して打率29327本塁が123打点3盗塁を記録したオフにカリフォルニアリーグの新人王を受賞し同リーグのオールスターチームやミルブ機構とトップス社が選ぶ A 級のオールスターチームに選出されたさらに2年連続で エンゼルスのマイナーオールスターチームに一塁主として選出された。2013年は AQ アーカンソートラベラーズでプレーし134試合に出場して打率274、14本塁打83打点8盗塁を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームでアメリカ合衆国選抜に選出された。2014年は トリプル A 級ソルトレイクビーズで開幕を迎え、28試合に出場。打率319、6本塁打、26打点と結果を残した。5月3日にエンゼルスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。5番、一塁手で先発起用され、8回裏には決勝打となる敵字に塁打を放った。 この試合は5打数3安打2打点だった。その後、マイナーに降格した。9月2日にセプテンバーコールアップでメジャーに最昇格した。1塁と指名打者として79試合に出場し、打率は256ながら MLB1 年目で2桁本塁打を放った。2015年7月4日のレンジャーズ戦で8番ながら自己最多の6打点を記録した。 この年は一塁及び指名打者で起用され、113試合に出場した。2016年も一塁のレギュラーで起用されたが、116試合の出場に止まった。打撃面では打率。278、16本塁打、69打点という成績を記録した。2017年は100試合に出場して打率。248、16本塁打、56打点。 三盗塁を記録した。タンパベイレーズ時代2018年2月17日に、後日発表選手とのトレードでタンパベイレーズへ移籍した。この年は140試合に出場して打率。253、30本塁が74打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日に、ディーフとなった。二千十八年十一月十六日に、ウェーバー工事を経て、 ミネソタツインズへ移籍した。2019年12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月21日にデトロイトタイガースと610万ドルの単年契約を結んだ。2020年オフの11月1日に FA となった。2021年2月15日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することに、 なった。3月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2021年4月1日のドジャースとの開幕戦に出場し、ロッキー追跡後初出場を果たした。父親のクリスクロンもカリフォルニア・エンゼルスなどに所属した元メジャーリーガーであり、弟のケビンクロンは2014年の MLB ドラフト14巡目でアリゾナダ・イヤモンドバックスから指名され、 プロ入りしている。また、いとこに奉仕として、ミルウォーキーブルワーズなどでプレーした元メジャーリーガーの、チャドモーラーがいる。ありがとうございます。